出席番号57東民、58隙間産業の弓弦、全員出席と。暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続いています。先生、かなりバテてます。まさや先生、うん、そんな時はスタミナ食、やっぱり焼肉ですよ。おお、焼肉いいな。タン塩から入って、うん、ロース、ハラミ、うん、そしてホルモン。あらあらあら、途中でトントロ挟むのもいいな。いやいやいや、松下くん、いかんいかんぞ。そのラインナップは形式にとらわれすぎている。もっと自分らしい自由な注文するんだ。じゃあ先生なら。そうだな、まずはカルビ、そして上カルビ、塩カルビからの中落ちカルビ、ネギ塩カルビで一息ついて骨付きカルビにツボカルビだ。聞いてるだけでも寝やけしそう。カルビにあらずんば、焼肉にあらず。今日の滑舌の呪文もこれ。破れかぶれ炙りカルビ、3皿お願いします。はい、破れかぶれ炙りカルビ、3皿お願いします。破れかぶれ炙りカルビ、3皿お願いします。破れかぶれ炙りカルビ、3皿お願いします。知ってた？松阪牛って全部メスなんだって。え、声に優れたもの、声優。その声色は類まれなる才能と日々の鍛錬によって得られた魔法。この学園はそんな声の魔法使いの育成機関である。コルネリア魔法学園。こんばんは、担任の松風正也です。学籍番号0、学級員の松下優です。さあ始まりましたよ。はい、すごい内容なのにあまり人気のないコルネリア魔法学園、なんと今まで隠していたけれども、はいはい、また学籍番号がもう今マックスまで使ってしまいました。やばい、恐ろしい。今日で終わり。すごいよね、ま、毎週だから 3,4 人増えて、はい、毎週 3,4 人発表してストックがなくなるって、こんな、何これ、なんか誰かがこれ何かをしてるのこれ。ですよ。だってさ、リスナーのみんなはさ、示し合わせることができないわけじゃない。そうですよね。ぴったりなくな、ちゃんと使い切ってんの、すごいよこれ。え、すごいけど、でも貯金しないの、うち。給料全部ちゃんと使ってるみたいな、そういう生き方だよ。でも貯金したいですよね。貯金したい。貯金したい。いいね、そういうところは女子だね、やっぱりね。万が一がありますからね。そうですね。さあ、今回の特別講師は、将来考えるならこういう人にしなさいと松下くんのお母さんが言う。そうですね。男性のタイプはこういう人にしなさいってお母さんが言うんでしょ。はい、あの、こういう方を見つけなさいってガチのトーン。何の森久保さんの何の作品を見たんでしょうか。いろいろ見てるんだと思いますけど。いやでもやっぱ魅力ありますよ、はい、森久保翔太郎先生です。この後熱い講義期待していただきたいと思いますよ。そしてこの番組はリスナーの皆さん、学生として参加できますよ。別に1週間4人限定ではありません、はい、貯金がしたい、貯金がしたいです。番組にメールで参加してくれた方には学籍番号をプレゼントして入学を許可します。メールは学園アットマークベイヘム .co.jp、 学園アットマークベイヘム .co.jp。 1週間経って言うのもあれだけどさ、先週もこのくだり噛んだよね。苦手なの？英語が苦手かもしれない。英語苦手、はい。メールは学園アットマークベイヘム .co.jp、 学園アットマークベイヘム .co.jp まで。番組ホームページのメールフォームからも投稿できます。さあ、どこに面白いことが隠れてるか分かりませんよ。はい、次は魔法講義です。1限目魔法講義。さあ、1限目は声の魔法講義です。毎回ゲスト声優さんを招きして声の魔法の秘密を講義形式で教えてもらいます。さあ、今週の特別講師は先週に引き続き松下くんのお母さんが喜ぶこちらの方。お母さん、お元気ですか？今週もお邪魔してます。こんばんは、森久保翔太郎です。よろしくお願いいたします。すみません、独り占めみたいな。福岡でね。福岡で、聞いてくれてていいですね。はい、ありがとうございます。さあ、先週本当にやっぱりなんか、わあ、もうなるほど、他にない森久保さんらしいなという、なんでしょう、考え方のお話、うん、そうですか、はい、聞かせていただきましたけれども、はい、今回はグググッとなんか実技的なというか、はい、いろいろなケースもご用意しまして、お話を伺っていけたらなと思っております。はい、今週森久保先生に教えていただく声の魔法はこちら。ネガティブボイス。いやいやいや、先生
いやいや意外なドヤ顔ですけれどもネガティブな声ってことですね。まあネガティブな声と言いますか、まあ要するに、はい、例えば文言はどんなね言葉が書いてあってもその気持ちの乗せ方一つでですね、はい、受け手に対する印象ってのは大きく変わるものなんですよ、はい、それをですね、まあ私の場合はどんな幸せなどんなハッピーなエピソードでも、はい、聞いてるだけで怖くなるっていうですね、そういう読み方をあ嫌な感じになる、怖いってなるような、はい、気持ちを逆の方に、はい、笑いながら怒るみたいなもんですね。だからね、はいはいはい、まあ、ぶっちゃけザ・ベイラインでこういうコーナーやってるだけなんですけど。そうなんですか。人気コーナーはい、デビューくんっていうコーナーでね、はい、実際にじゃあリスナーからいただいた、あの文言メール文章みたいなことです。皆さんの幸せ自慢、はい、どうだこんだけ幸せっていうのをいかに不幸に読むかっていう、はい、そういう、いやでも基本メディアとしてあんまり楽しい話をそのまま自慢話をやってそのままそれを自慢に読んでったらね、だなんだそれはっていう話になっちゃうのを、はい、自慢もできるし、はい、ちょっと面白くもできるという、考えますね、さすが。では今回その実力を実際我々のコルネリアの方でお越しいただきたいということで、今回は架空のラジオ番組コルネリアワイドに来た架空のエピソードというのを読んでいただきたいということで用意しました。これじゃあ一回僕が普通に読んだりとかした方がいいですか、もういきなり。あ、じゃあそうですね、はい、例えばなんですけれども用意させていただいたのは架空エピソード30代主婦結婚してよかったなと思う瞬間というメッセージ。あ、このぐらいのテンションがまあ通常ラジオっぽいですよね。はい、結婚7年目で松下くん。なんでですか、私何も。松下くんやってみる。何か私に呪いをかけただろ今。そうだね、松下くん呼んでくれ。松下くんやってみる。え、私が呼ぶんですか、もう、ね、普通な感じで鼻目を引いてました。ハッピーな感じで、じゃあいきます。結婚7年目で子供は2人いますが、今も手をつないで外に外出しています、はい、結婚して一番良かったなと思う瞬間は夫が私の手料理を美味しいよと褒めてくれた時です、はいね、既婚者って結婚なんていいことないよって言いますよね。そんなの絶対嘘、結婚って毎日が幸せとの出会いです。あらあらあら、いいよいいじゃん。もう雑何驚け、ね、浮かれた幸せみたいな、ね、感じですね、はい、はい、いいじゃないですか。え、これをネガティブボイスいけちゃうんですか、今ね聞いてるね、はい、松下くんのその感じだとすごい幸せそう、はい、羨ましいと思うのを、はい、もう聞いてるだけでやめてっていう文章に変えてみてます。え、文章は変えないの。文章変えません。文章まんまで気持ちだけ。お願いします、はい、30代主婦結婚してよかったなと思う瞬間。結婚7年目で子供は2人いますが、今も手をつないで外出します。結婚して一番良かったなと思う瞬間は、夫が私の手料理を美味しいよと褒めてくれた時です。既婚者って結婚なんていいことないよって言いますよね。そんなの絶対嘘、結婚って毎日が幸せとの出会いです。やだ、結婚したくない。もうなんか夫はどんな人なんだと思いましたね、喋り方が。本当に嫌な夫になりますよね。はい、こういうことなんですよ。なるほど、なんかホラー的な。もうこれ僕今憎しみを込めて、はい、こんな素晴らしいお話に憎しみを乗っけるだけで、はい、怖いし、あと何言ってるか分かりませんよね、ほとんどね、伝わってきませんね、情報がね。あ、本当ですね。あ、本当だ、絵が浮かばないんだ。それ良くないんですけど、一番ね。いや、だからいつもの逆をやってるっていうことなんですね。そうです。だから僕らがどうして声優だってアニメ声優人気がね、はい、ラジオドラマとか、はい、ドラマ CD とかってできるのかって言ったら、やっぱ絵を浮かばせるから楽しいんですもんね。今もう驚々しい空気しか見えなかったでしょ、すごい暗い、よどんだね、なんか、さあやってみよう。あ、え、私ですか。いいですか、さっきとの対比出るし、松下くんやった方が、やっぱ松風くんより松下くんやってほしいな、はい、ねえ、そうなりますよね、森久保先生のようにやればいいんだ。いや、もうね、もう違う気持ちを、なんか違けりゃ何でもいい、肉肉しい感じ、肉肉しい、こんなに怖い話があるんですかっていう気持ちで。わかりました、はい、いきます。はい、結婚7年目で子供は2人いますが、いよいよ今も手をつないで外出します。いよいよ結婚して一番良かったなと思う瞬間は、いや、夫が私の手料理を美味しいよ、ごめん、
と褒めてくれた時です。既婚者って結婚なんていいことないよって言いますよね。そんなの絶対嘘。結婚って毎日が幸せとの出会いです。うわなんかやだいいねいいっすね松下くん腕を上げたな。秘密そうですか。ネクラが出せましたかね。あなんかもともと持ってるんですね。それあ出てますよ存分に。あネガティブ思想があるんだね、そう存分に生かされてる。いやなんかねリアリティも感じた。なんかわかんないけど初めて褒められました。素晴らしい、はい、結婚もしなくて若いくせになんかすげえなんかなんかねなんかしょってる感じ、ね、なんかすごい、うん、多少長い間嫌なことがあり続けてる人なんだろうなって感じだよね。感じしますすごい伝わってるんですよ。バンバン全然違うドラマがあれだった。なんか築20年ぐらいのなんか薄暗いキッチンのところなんか、ね、あの昨今見ないビニールのテーブルクロスかかってるなんかちょっとパリパリパリしたやつね。なんかあるキッチンのところでなんか肩を丸めて読んでいる、うんうん、浮かんだ浮かんだ素晴らしい、 らしいですね。全然文章とは違うやつ、すごいわこれ。楽しいですね。はい、ね、楽しい。逆もあるんですよ。逆も逆にちょ暗い話をほんでいかにハッピーな話に聞かせる。ポジティブボイスってことですね。そうです。はいはいはい。あ、はい、ちなみに文章を用意させていただきましたよ、はい、それではこちらご紹介しましょうか、はい、まだ普通にね、はい、52歳元会社員リストラされました、うん、メッセージいただきました。ちょっと重たいですねこれタイトルからね、うん、先日会社をリストラされました、うん、3人の子を抱え、うん、お先真っ暗、うん、妻にはリストラのことを言えず毎日渡されるお弁当を図書館で食べている日々です、うん、私はどうしたらいいのでしょうか。こんな重いのが来る番組です。なんなんすか相手ミノさんとかじゃないと無理でしょこれ。すごい心配になっちゃう。こういうメッセージを大丈夫なのこの人と思わせるぐらいなハッピーなメールに変えてみせましょう。文章は変わらず、はい、でもあった大丈夫なんだなってなる、うん、そうですか、はい、ではいきましょう。お願いいたします。いきましょう。はい。52歳元会社員リストラされました。先日会社をリストラされました。3人の子を抱えお先真っ暗。妻にはリストラのこと言えず毎日渡されるお弁当を図書館で食べる日々です。私どうしたらいいんでしょうか。いいな最後。最後なんかクイズ出すの得意なリポーターどうしたらいいんでしょうか。さあフリップリどうぞみたいなね。すいませんここまでやっといてなんなんですけど、はい、過去には山寺さんとかも出演されてますよね、はいはい、山寺さんとかものすごいことをされてたじゃないですか。コルネリアの特別講師ですよね、はい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 、でその流れでいいんですかこんなこと。私ね事前アンケートいただいたこの番組の非常にこのコーナー困ったんですよ。特技ないから。いや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 大丈夫ですか。完璧でございます。さすが人気コーナーありがとうございます。じゃあこれやっぱ松下くんもね、行ってこうか。行こうよ。さっきあんだけできたんですから。もうあとこれ設定が52歳元会社員ですからもう松下くんが読むだけで面白いから。もうハッピーでしょうがないです気持ちよく。今の森久保先生のやった感じのあの元会社員の人じゃん、はい、あの人をやってください。あれキャスティングされました。それでは松下くんお願いします。先日会社をリストラされました。3人の子を抱えお先真っ暗。妻にはリストラのことを言えず毎日渡されるお弁当を図書館で食べる日々です。私はどうしたらいいんでしょうか。ダメじゃんっていう。ほらなんか楽しくなってきますよね。こんなに眩しいお先真っ暗を聞いたのは僕も生まれて初めてかもしれません、ね、いやでもこれちょっとあれですね心理がありますね。そうなんですよ読み方。そうなんです。もう気持ち一つなんです、うん、だからあの、はい、ラジオなんかでもやっぱり気持ちいいですねって瞬時にその話がどういう話なのかっていうのをやっぱ初見でやりながら読むとかありますもんね、うん、そうですね。でそういうのがなんかあのリスナーからのメールとかファックスの読むテンポが気持ちいいねとか言われるとちょっと我々テンション上がりますもんね、うん、そうですね。そこ意外にこだわってますよみたいなのが、うん、じゃあ今後ね松下くんこのスキルを手に、はい、スキルを吸収して、うん、はい、でもネガティブの方が上手だったね。やっぱ普段ちょっとあの一人好きなんでこれはね持って生まれたものがねやっぱりね出ちゃいますよね。切ない。ちょっとどうするどうする。そっちをやっぱ生かしていくとそういうコーナーとかを立ち上げることになるからいい、はい、やる
や、まあ、ね、確かにあれは生かした方がいいんじゃないかな、はい、あのどんな楽しいことも楽しくないのコーナー、はい、なんかキャラも病んでるとか好きなんで、ね、病んで森久保さんもでも得意ですもんね。何が能天気からヤンデレまでやりますよね。何でもやります。もう何でもやるせいでやっちゃうんですよ。おねえまでやってますからね。おねえ幅広いですもんね。何でもやります。さあということでまたあっという間にお時間になりました。はい、森久保先生改めて講義この番組いかがでしたでしょうか。いやもう本当からさっき言いましたけれどもね、いろんな方がちゃんとやってきたであろうこのコーナーを本当に大丈夫でしたかね。でもそういう気持ち一つで我々ね、そのただ声がどうとかいいとか、はい、低いとかかっこいいとかじゃなくてね、はい、やってるんだというちゃんと気持ちでお芝居してるってことがもし皆さんにちょっとでも分かっていただければなという感じで今回やらさせていただきまして、はい、あと BFM の皆さんとしてはね、やっぱりもう我々も出ていただいてとてもね、あ、はい、森久保さんがなんていう新しい新鮮に聞いているリスナーの、ね、はい、方たちにつながったら、あら、ありがとうございます、はい、またぜひ来ていただきたいと思います、はい、そして先週もお伝えしましたが森久保さんからのお知らせがあります。ライブツアーです。はい、ライブツアーが9月の13日大阪をスタートしましてですね、はい、20日が名古屋、そして10月4日が福島のいわき市、10月11日がファイナル東京ゼップ東京でございます。チケットを一般発売がですね大阪名古屋福島しておりまして、東京も間もなく一般発売を開始します。はい、はい、そして、はい、CD の方も、はい、10月7日にニューシングルファントムペインが出ます。こちらは絶賛予約受付中でございますのでよろしくお願いします。はい、ということで内容森久保さんはあっという間の2週でございました。はい、特別講師森久保祥太郎先生でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。コルネリア魔法学園は皆さんからのメールを募集しています。宛先は学園アットマークレイヘム .co.jp、学園アットマークレイヘム .co.jp まで。番組のホームページのメールフォームからも投稿できますよ。レイヘムホームページ番組表からコルネリア魔法学園をクリックしてください。2限目魔法のホームワーク。さあ二次元目は魔法のホームワークです。マサヤ先生から出された宿題に学園生みんなでチャレンジしていくコーナーです。今月の宿題は必殺ボイス。普通に聞くとそうでもないけど力強く叫ぶと必殺技っぽく聞こえる言葉ということで、なんとね、はい、本当に今日にぴったりなお題をいただいておりますので早速いきたいと思いますよ、はい、学生の皆さんの作品、うっちー親分からいただきました。普通に言うと森久保祥太郎さんのニューシングルのタイトルでも必殺ボイスにするとファントムペイン。ねえ、いいね、なんかですね。ニューシングル。ねえ、はい、かっこいいね。やっぱこういう楽曲のタイトルっていうのはかっこいいのつけますからね。はい。さあそこでですね、せっかく今日はいろいろ森久保先生に教えていただいたじゃない。はい。ネガティブボイスと覚えてる。あれすごい褒められたんで、普通に言うと森久保祥太郎さんのニューシングルのタイトルをネガティブボイスで松尾君に、はい、いただきたいと思います。うっち親分さんからいただきました。普通に言うと森久保祥太郎さんのニューシングルのタイトルでもネガティブボイスにするとファントムペイン。本当にうまいね、ネガティブボイスはさ。ネガティブだけ。突然今さ、はい、アドリブでね台本にないのも振ってみたんだけど、はい、これ強いよね。できるって思うのやっぱり。いやネガティブはわかんないです。持って生まれたものですかね。ただ怒られるからね。人のニューシングルのタイトルをネガティブに読んでると。ポジティブ、はい。ねえ、ファントムペインぜひチェックしていただきたいと思いますよ。はい。続いての作品は、ハンラ族からいただきました。普通に言うとしっとりサクサクのお菓子。でも、必殺ボイスにすると、カントリーマーム。これちょっと。俺が言いたかっただけ。マームってカントリーマームって面白くない？面白いですね。ちょっとなんかもっとさ、ふわふわな妖精な感じでもちょっとやってみてよ。わかりました、いきます。はい、ハンラ族さんからいただきました。普通に言うとしっとりサクサクのお菓子でも必殺ボイスにするとカントリーワーム。相当小さくなったね。なるほどなるほど。でもアプローチ新しい。あ、やっぱ森久保先生も褒めてたけど腕を上げたら松下くんすごいな。やっぱり20回とかね、はい、やるとね、僕の先輩の藤岡弘さんも言ってましたよ。どんなことも3年やりゃできるって、はい、なんかやっぱ経験だね。声を出してみるということは本当にいいことかもしれないね、はい、さあ評価の上がったところで申し訳ないんですけれども、はい、松下くんね、
メールアドレス、はい、業界で言うとこの呼び込み、呼び込み、あれがもうね、あの本当にね、噛みすぎなんじゃねえかっていうあの意見がね出てきてて、それをね、はい、ホームワークした方がいいんじゃねえのみたいな。これね、はい、何があれなのかね、英語が苦手っていうのは前にも言ってたけども、はい、メールフォームが苦手ってこと？あの bayfm.co.jp とホームページとメールフォームと投稿もなんかその辺、投稿は日本語だけど、うん、この一文がこう bayfm はさ、実は言いづらいのよ、はい、私も bayfm でね長いことお仕事させていただいてますけれども、はい、実は言いづらいのここ、うん、bayfm というね、ふふ、うん、fm 抜ける音が連続するんだよね。そうなんですよね、うん、でこれね英語っぽく言うといいらしいよ。英語っぽく、あのベイ FM のジングルもさ、はい、ベイ FM ってなるじゃん。あ、はい、ベイ FM、 ベイ FM っていう日本語的な言い方をするとベイ FM.co.jp って言ってってなるよね、はい、これをだからこうちょっと流れるような感じにするという英語で言えばいい、うん、ちょっとやってみる。メールは学園アットマークベイ FM.co.jp まで学園アットマークベイ FM.co.jp おかしくないですかその続きも英語はちょっと英語っぽくやってみる。番組ホームページのメールフォームからも投稿できます。以上、魔法のホームワークでした。さあ、コルネリア魔法学園、あっという間に終業のお時間です。はい、どうでしたか今週は。今週でも褒められましたよね。いや、新しい魅力が出てきてるんですよ、はい、おいいことですよね。いいことだと思うよ。何笑うんですか。いや、いいことだと思うよ。もうなんかいい意味でドキドキします、松下くんには。え、あ、いい意味で、いい意味でですよね。さあ、やっぱりね、はい、でもそれもあの皆さん個性的な特別講師の皆様がね、いろいろなお話をね、はい、聞かせていただいて、ね、個性とは何ぞやということをね、考えさせてくれるからでございます、はい、今日の森久保先生も素晴らしかったですけれども、はい、来週の特別講師も素敵ですよ。草尾武史さんでございます。代表作で言うとスラムダンクの桜木花道ね、まあ、他にもたくさんありすぎてもう言い切れないぐらいありますけれども、はい、私もですね、あの戦国無双という作品でご一緒させていただいて、はい、いやね、ちゃんとしてるんですよ。ちゃんとしている、すごいんです。大人で先輩なんですよ、はい、だから、ね、ほん普通に楽しみ。もうあの収録中のちょっと喋る余談の話でもうすごいね、しっかりしてるんですよ。なんか演じるとかキャラクターを大切にするとかっていう話をちょっと聞かせていただいたこととかあったり、はい、あと草尾さんの特別ラジオ番組に呼ばれたのがゲストとして僕逆に行ったことがあるので、はい、その時のね、この話の運び方とかも、うん、やっぱすげえな先輩っていうねところがあります。あ、楽しみです。失礼のないようにね。あ、はい、大丈夫です。そして皆様からのメールね、メッセージ感想いろいろお待ちしてますよ、はい、公式ツイッターのフォロワーも徐々に反響はね出てきてるらしいので、ぜひ皆さん巻き目でしたいと思います、はい、ということでまた来週お会いしましょう、はい、それでは松下くん、番組の締めは上手になったメールアドレスの呼び込みお願いします。メールは学園アットマークベイヘン .co.jp 学園アットマークベイヘン .co.jp まで番組ホームページのメールフォームからも投稿できます。